アロハ、皆さんこんにちは。アロハ TV.com、今日も生放送ハワイからお届けします。ナビゲーターの大輔です。よろしくお願いします。さて、今日は日本は9月24日土曜日正午回ったところですね。ハワイは今、23日金曜日午後5時を回ったところです。外はもう快晴です。今日は、気温は32度さっき波のチェックをワイキキでしてきたんですけれども、もう本当に波乗り日和の今日なんですけれども、この番組今日お届けするのは、サーフガレージというサーフショップです。日本のサーファーの方にはぜひ知っておいていただきたいショップを今日ゆっくり紹介させていただきます。ここはですね、サーフガレージのなんていうんですかね、ちょっといくつか部屋があるんですけれども、ロングボードというか、これはパドル、スタンドアップパドルボードですね。そしてこちらの方にはウェア関係が揃ってますけれども、この奥の方に行くとですね、いろいろ置いてますね。ちょっとお店の中チェックしましょうね。見てこれ、こういうの大好きなんですよ。この辺りはフィンがたくさん揃ってます。ちょっと面白いと思ったのがこれ、コアの木でできてるフィン、しかも作ってるのはコアロハってウクレレのブランドですね。こんなのあるんですね。で、小物がこの辺りは揃っていて、ビデオなんかも揃ってて、これいいですよ。これ履修オリジナル T シャツなんかもありますね、サーフガレージのね。で、この辺りは T シャツ、キャップ、シューズ、サーフウェアのコーナーです。トランクスもね、この辺りに揃ってますけれども、トールさん、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。オーナーのトールさんです。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくどうぞ。この間お世話になりました。とんでもないです。お疲れ様でした。後ほど説明しますけど、はい、本当に疲れましたけどね。トールさんといえばね、ハワイの、日本人のサーフショップオーナーとしてはもう有名で、いろんなねタレントの方にもいろいろお世話してますよね。ありがとうございます。本当にもう、はい、で、このお店ですけど、どのぐらいもうなりますか、オープンしてから。オープンしてちょうど10年目ですね。もう10年経ちました。はい、はい、おかげさまで10年目を迎えて、間もなくというか、あと数ヶ月で、はい、おめでとうございます。まるまる10年終わります。サーフガレージがそもそもスタートしたこうきっかけっていうか、どういうショップにしようっていうことでスタートされたんですか。そうですね、やはり僕が日本人としてこちらに来てて、まあ、僕21年目なんですけど、はい、まあ、半分ぐらいした時に、何かしら日本のサーファー、僕サーフィン大好きなんですけど、うん、サーファーのために役に立てるようなお店がないかなと、はい、まあ、アンバサダーというか、日本のサーファーとローカルサーファーのなんか間に立てるような、うん、まあ、クッションって大変みたいですけど、はい、まあ、そんなようなお手伝いができるお店、それと日本のサーファーをサポートできる店にしたいなと思いましたね。はい、もちろんサーフボードを販売しているのもありますけれども、はい、それだけじゃないんですよね。そうですね、まあ、名前の由来、サーフガレージというところでは、まあ、物を置いておくというところで、はい、お客様がその行ったり来たりするときにサーフボード持ってくるの結構大変ですよね、うん、特に最近そのサーチャージとか上がっちゃってて、はい、もうボード代がどん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 高くなってます、うん、なんでゴルフばっかただなのに、そうなんですか、サーフボードは300ドルもするんだろうみたいな。おかしいですよね、それね。おかしいでしょ、はいはい、まあ、そういうのもあるんで、うちの方で年間でうちの方でボードをお預かりして、うん、で、次のハワイに来た時には、はい、そのもうそのご自分のボードがハワイで置いてあるというような形 でサーフボードのガレージをも、はい、ハワイに持てるみたいなことですよね。そんな感じですね、はい、あの辺りに並んでるのが、そうですね、あちらに2階の方にずっと寝てるのが今オーナーの到着を待っているサーフボードたちです。もう100本ぐらいあるんじゃないですか、これ。そうですね、そうですね、大体100本ちょっとありますか今。はい、これは便利ですね。ちなみにレートとかをお伺いしていいですか。はい、ロングボード1本年間で1年間で220ドル、おー、はい、からお預かりしてます。月20ドルもしないってことか。そうです、安いですね。安いでしょ、うん、はい、ぜひスターファーの方ぜひご利用ください。ご利用ください。お待ちしております。はい、じゃあちょっとお店の中、はい、案内していただいてよろしいですか。はい、どうぞ。はい、いきなりですけどここ、はい、ヘザーブラウンがあるじゃないですか、ここにも。そうですね、今日本でとっても人気ですよね。多分ヘザーちゃん付き合えばもうそろそろ 5,6 年になりますかね。あ、そうなんですか。はい、あ、もうずいぶん置いてたんだ。もうかわいい。これヘザーちゃん一人でやってきましたから。あ、そうなんですか。絵持ってこれ売ってくんないって言われて。おお、売れる前からなんですね、お付き合いは。そうですね、長いです。なるほど、はい、これは2階の方のボードコーナーで、はい、でこちらの方がですね、
一応中古ボード、中古ボードも結構ありますね。ここ揃えております。はい、ショートボードからロングまで、はい、かなりクオリティの高い、はい、あのよく見たことあるマークとか、はい、よく見たことあるようなマークとか、そんなショートボードとかも出てきますし、意外となんか面白い、こんな中古なんかも何ですかこれあったりしますよみたいなですんで、要はあのサーフィン好きな人がやってきてくれるサーフショップですかね、ですから地元の人もサーフィン好きな人は多いです。あ、そうなんですね、はい、あのお値段の幅はどのぐらいですかね、中古で。そうですね、中古ですと、まあ、本当安いものは200ドル300ドルから、はい、まあ、クオリティの高いクリステンソンとか高山さんのボードになるとやっぱり1000ドル弱ぐらいになりますね、うん、ただしもう非常にお買い得ですよ。そうですよね、なるほどなるほど。そしてこちらの方にですね、でこちらの方が最近話題のキャプテンフィンという、はい、キャプテンフィン、フィンというフィンだけの会社があるんですよ。あ、そうなんですか、はい、これはカリフォルニアベースなんですけども、はい、ハワイでは多分うちの店しかやってないのかなみたいな。あ、そうなんですか、はい、何が特別なんでしょうね。これはね、トッププロサーファーたちがそれぞれデザインをしたフィンを、そのフィンだけを作ってるんですね、はい、ですのでそれぞれダノーとか、はい、スプードニックとか、はい、あのいろいろなデザイナー、あのプロサーファーがデザインしたフィンを置いてます、はい、いいです ね、この辺は、はい、これはうちのオリジナルの商品でございますね。かわいいですね、ありがとうございます。でこっちに来ると、はい、ボードセクションなんですけど、僕ここがすごく気になってるんですけどこのウッディな感じ、はい、いいですよ ね、このバルサー、これバルサーという木で作ったボードなんですけど、はい、多分バルサーで作ったボードをこう触れる見れるお店は、あ、そうか、多分世界に一軒だと思いますよ。あ、これだけのバルサーボードを揃えてる店はですよね、はい、ハワイには一軒しかないし世界にも一軒しかないと思いますね。はい、ぜひ見に来てください。なんか惹かれるんですよね、この、はい、やはりあのなんか自然素材で自然の波乗りをするというのはいつかの夢ですね。ですね、はい、ですので大ちゃんもあのお家を建てた時にはこれバーンと飾ってください。部屋に飾りたいですね、はい、ちなみにお値段の方は大体、はい、この辺で大体7500ドル、まあ、かなりお買い得ですよ。でこちらは4800ドル、はい、おお、いいですね。はい、でどちら行きましょうか。こちらの方行きましょうか。でこちら、お、ロングボードが揃ってますね。そうですね、この辺が、まあ、うちのメインステージってことですけども、はいはい、サーフガレージで扱ってる、はい、あのボードのメーカーというかブランドっていうのはどのあたりなんですか。はい、いろいろございまして、数多くありまして、まずはドナルド高山さん、はい、そしてクリス・クリステンソンさん、うん、そしてホビー、あとはディック・ブリューワーさん、うん、あとはジェイ・リチャードさん、うん、あとは何でしょうか、もちろんサーフテックのボードも含めて、はい、あのまあ、そこそこのかなりの有名シェイパーが揃っております。そうですね、うん、はい、この中から後ほどね、トールさんのおすすめボード、ね、はいはい、3本ばかりちょっと厳しいですね、3本しかおすすめできないのは、はい、詳しく紹介していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。あとでゆっくりね、ここは見ますんでね、はい、でちなみにここにいらっしゃるのはお店の花ちゃん、ナナちゃんでしたっけ。花です。あ、花ちゃん、はい、すごい花。花おいで、花おいで、カメラにちょっとおいで、花ちょん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 、すごい利口な、はい、いい子だ、いい子だ、はいはい、いい子だ、いい子だ、はい、皆さんにご挨拶してください。花ちゃん、店員の花ちゃんです。うーん、よろしくね、はい、ありがとう。そうですか、あ、ここにトロフィーがいっぱい並んでますけど、はい、これはトールさんですか。え、あの、まあ、僕だけじゃないんですけども、はい、うちのチームライダー、うちのショップの、マネージャーのダニエルとか、うちの店の子がみんな取ってくれた、はい、トロフィーたちですね。すごい数ですね。え、頑張ってますよ、うちのチーム。どんな大会に出てらっしゃるんですか。やはりあのロングボード中心ですけども、うちの場合は、はいはい、あのワイキキで行われている大会をなるだけカバーしてます。はい、そうですか。あの前ね、一度スタッフガレージをあのこの番組で紹介したんですけど、途中で回線が落ちちゃったので、今回ね、ああ、改めてゆっくり紹介できるということですね。そんなことがありましたね、はい、あの、ありがとうございます、本当によろしくお願いします。はい、でですね、実はね、はい、先週でしたね僕のちょっとわがままでですね、僕はあのロングボードはやるんですけれども、スタンドアップパドルサーフィンはまだやったことがなかったんですよね。それでトールさんにお願いして
ご指導いただきました、はい、もう僕普段波乗ってますからスタンドアップパドルボードなんてやればただここ立ってこいで波に乗ればいいんでしょうぐらいな気持ちでちょっと挑戦してきましたんで、この後ゆっくりその模様を見ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。